運営ご来場いただきまして誠にありがとうございます。グランドウォークでお楽しみのお客様にお知らせいたします。この後約10分後現在ついております照明を消しまして、およそ65メートルの高さのドーム天井中央部にありますスカイロールを開けるスカイロールオープンショーを行います。このショーは場内を暗くし天井のスカイロールを徐々に開け自然の明かりが差し込む、少し例えが強いんですが夜明けのような感覚を皆様に楽しんでいただきます。また屋外の明かりが差し込むことを利用してその部分をいろいろな形で表すことができますが、本日はどのような形ができるかも楽しみの一つです。プロ野球12球団の本拠地球場で唯一ここ名古屋ドームでしかできないこのスカイロールオープンショーは必見です。なお場内が暗くなりますと足元を含め大変危険ですので、暗くなりましたらその場に座られますか、立ち止まって明るくなるまでお待ちください。また照明を消すタイミングはグランドの皆様と一緒に声を出してカウントダウンを行いたいと思いますのでご協力をお願いします。それでは今しばらくグランドウォークでお楽しみください。68名のお客様、大変長らくお待たせいたしました。まもなく照明が消え皆様を暗闇の世界へお連れいたします。足元、荷物、そして小さなお子様などには十分ご注意ください。スカイロールの明かりの模様完成までは約6分、3分で全てが開き、その後3分で模様が完成いたします。夜明けの感覚とスカイロールがどのような模様になるのかをお楽しみください。それでは照明を消します。カウントダウンをおよそ3万人のお客様と先ほどまでお好きなチームを応援していたくらいの大きな声で行ってみたいと思います。本日は5秒前からドラゴンズナビゲーターのように英語のカウントでいきたいと思います。それでは皆様ご一緒にお願いいたします。それではグランドから約65メートルの高さにある天井中央部をご覧ください。スカイロールオープンです。3分間はスカイロールの模様がどのような
形になるかをお楽しみいただきます。さて、現状をご覧いただいていると思いますので、この名古屋ドームの天井、屋根は一辺の長さが10メートルの三角形を作る骨組みで、792個格子状に組み合わせた構造になっております。またただいま開きつつありますこのスカイロールの数は全部で144枚ありますが、まさにこのスカイロールがただいま全部開こうとしております。薄暗い雰囲気で横になっていらっしゃいますと眠たくなってきませんでしょうか。そのまま瞑想にふけって寝てしまわないようにお願いいたします。スカイロール全てが開きましてから3分間で模様が出来上がります。模様はその季節時節にマッチしているものが出来上がりますので、皆様で今日の模様を想像してみましょう。前回の模様は風の心地よい季節ということで少し強引かもしれませんでしたが、風車でした。6月といえば梅雨、梅雨といえば傘なんていう具合に想像してみてください。でも傘ではありません。今回は来月7月の晴天の日の夜という設定です。このスカイロールは優れものでコンピュータープログラムにより何種類もの形を作ることができます。他の球場では味わえないこのショーは日曜日のデーゲームを中心に開催しております。今日ご覧の皆様には Twitter、Facebook、口コミなどでも何度でも結構です。このイベントをどんどん宣伝いただき、どんな形でも良いのでたくさんのお客様にドームへ足を運んでいただきたいと切に願っております。見ていただく角度によってはたまにとんでもないものに見えることがありますが、お分かりでしょうか。今日はとても分かりやすい形、来月7月上旬の一大イベントといえば七夕、七夕の主役はそうです、星、お星様でございます。私がお星様というと少し気持ち悪いんですが、星スターです。実際星の形はこのような形をしておりませんが、星の形といえばまさにこの形です。
星といえば白星。ドラゴンズは今日は残念でしたが、この白星を重ね突っ走ってほしいものです。そして皆様、ただいまスカイロールの模様星が完成しました。通常ですとこの辺りで大きな拍手がありますが、ありがとうございます。強制してしまいました。どうもありがとうございました。さて、場内の皆様、グランドウォーク、そしてスカイロールオープンショーはいかがでしたでしょうか。これをもちまして、グランドウォーク、スカイロールオープンショーを終了いたします。拍手どうもありがとうございます。グラウンドからの帰り口は三塁側内野スタンドへお願いします。次回名古屋ドーム開催のゲームは明日月曜日ナイトゲーム、日本生命セパ交流戦、ドラゴンズ対ファイターズ戦です。入場券は若干、いや意外と、ここで利用を張ってはいけません。結構たくさんございます。矛盾しておりますが、好評発売中です。ぜひお友達、恋人、ご家族、知らない方、どなたでも結構です。皆様お誘い合わせの上、ぜひお越しください。ご来場のお客様への先着プレゼントや、試合前には屋外 D ステージで地元アイドルのステージなど、ドラゴンズファンのお客様だけではなくても楽しんでいただけそうなイベントも開催いたしております。すでにこの地方は梅雨に入りましたが、雨や風などお天気を心配することなく野球が開催されますので、予定の観戦の立てやすい野球観戦快適空間のここ名古屋ドームへどうぞまたお越しください。この時間は中日ドラゴンズ企画部水野、MC 水野が場内アナウンス室から皆様へ天の声、美しい声をお届けいたしました。 See you next time。 さよなら、さよなら、さよなら。